腕に関する筋トレ道具、はい、ハスワン TV で紹介された、あるものを私買いまして、それのレビュー動画。何ですかこれは。あれはですね、あの Amazon で注文したあの腕に関する筋トレ道具だと思います。はい、あの元々はまあ医療用でこう、はい、指の手術とかされた方のリハビリ用のこういう動きをする、なるほど、あれです。わかりました。僕は分かっちゃいました。じゃあ早速開けていきたいと思います。はい、はい、何なんでしょうか。何ですかね。これはハッセマンが、視聴者から送っていただいたもの、そのレビュー動画を僕見まして、はい、あ、これだと思って買いました。おお、はい、ハッセマン TV が宣伝になりました。ハッセマン TV のおかげでこの商品来ました、たどり着きました。じゃじゃん、グリップセーバープラス。おお、一緒でした。ハードだからそっちの方が硬いですね。はい、多分色違うと思うんですよ。そうですね、僕のなんか薄紫みたいな。そうですね、ちょっと明るい系の、まあこれもオレンジなんですけど、開けてみます。はい、はい、開けてみますと、おお、こんな感じで入ってます。あったあった。これは指にやつですね。そうですね、親指から。ああ、そうですよね、多分サイズが決まってるんですよね。これですね、これ本当プニプニをしているボールです。それで使ってみましょう。はい、使い方のイメージとしてはこういう感じですね。そうですね、穴があるんですよね。あ、そうなんです。真ん中に、はい、そこにこれを通して、はい、早速やってみます。はい、通しまして、通して使う感じでは、あの、すでにこれの別のタイプを持っているハッセマンさんにちょっと触ってもらおうと思います。わかりました。これで、はい、はい、作ってみましたので、ハッセマンさんにちょっと触ってもらいたいと思います。ありがとうございます。はい、お願いします。あ、全然硬いですね。ハッセマンが持っているのはこのタイプ同じだけど、同じですけど、あ、マークも一緒ですね。あー、このマークですか。で、グリップセーバープラス一緒です。はい、多分一番僕のが何段階あるのかわからないですけど、はい、ソフトだったんで柔らかめだと思います。相当多分何しかないです。これは硬いですね。あー、で、多分この、はい、このゴムあるじゃないですか。はい、これも硬いです。ゴムもボールだけじゃなくて、あー、まあこういう動きだから伸びる。そうですね、なるほど。僕の持ってくればよかったな。比較できた。そうですね。いえいえ、全然大丈夫です。で、こうですね。あ、小指の位置です。はい、なるほど。せっかくわかりました、やってみますね。大したじゃあ右手やってみます。はい、では実際にやってみたいと思います。こう、ハッセマンに教えていただいたように、ここが小指の位置ですね。小指と人差し指、ちょっと若干動かします。あ、番号を書いてます。あ、こっちも書いてます。3、4、5ですね。はい、では早速やっていきます。はい、これ硬そうだな。5、これまで1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、9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 8、89、90、91、92、
これでいいんですか。そうですね。で、また掴んでギリギリまでギュッと、ギリギリまでギュッと、はい。で、多分それで腕伸ばして、で、角度もこうしたら相当きついと思います。はい。これ多分負荷が相当かかってるから、いつもの伸ばすとき、そうっすね、何倍疲れるんじゃないですか。あえてこういう動きを早くやるよりも
じっくりそうですねやって感じですね。カメラの機械ですね。こうやって正面これが一個の時はきつい。この上げる時はきつそうですね。筋が伸びますね。これ確かに。はい、これ確かにボルダリングかなり使えますね。そうですね。指の力、ピンチ力が。そうですよね。まさにこの筋肉使えますよね。ボルダリングの人たち。どうですか？フレーズって、あ、もう決まった。まあ、上げるよ。ちょっと密着させてもいいかもしれないですね。付け根の方にやったらボールが、多分そうするとちょっとまた楽になるんじゃないですかね。ああ、なるほど。ボールがより手元に近くなるっていうか、そうですね、握りやすくなるって感じですか。ロックされてるところも付け根に近くなるんで。ああ、うん、確かに。はい。指がもう、うっ血でした。で、これ、あるあるで、はい、新しいからです。使い込んでいくと、これもどんどん穴緩くなってきて、はい、はめるのがどんどん楽になってきて。わかりました。多分これ、完全に広げなくてもこのにぎにぎでも相当力つくと思います。デスクワーク中に手がもうこういう向きでもいいってことですか。そうですね。握る時の力にちょっとプルプルプル。大地さんもアームレスリングデビューが近いですねいずれはあの発声なんで稽古つけてもらおうと思ってます、やりましょう。あるんでだ僕もこれ最大のようにある程度ある程度頑張れるよ。そう最高ですね。僕も練習相手が近くにいるといや練習パートナーを務められるように頑張ります。お芝居プラス筋トレの方も、なんかもうアームレスリラー病みたいな人いて僕はそこまで言ってないんですけど、はい、よくなんか例えば愛車とか可愛がるみたいなのあるじゃないですか。ああ、はいはい、ゴルフだったら綺麗にお手入れするみたいな、はい、自分の手をそういう風にする人なんですよ愛着が湧いて愛着がで今日も始まる前にこう綺麗に拭いてこう綺麗にしてなんかゴルフ職人みたいな感じで。そうなんですよ。職人で道具だからでなるべく試合前はもう仕事使わないみたいな。ああ、なるべくケアして滑り止めみたいなチョークと綺麗に留年に。あで終わった後は必ず綺麗綺麗でなんか2分ぐらいこう洗って、まあ今はそういう時期だから逆にそういう人の方が。ああ、まあ確かに。あとマウスピースさんという人とかですね。ああ、マウスピースの人。僕はマウスピースさん欲しいなと思ってきてギュッて力入れるんで、うん、夜癖で寝てる時に結構力入ってくるんですよ。あ練習した日は特に。僕も歯医者行ってその前1ヶ月ぐらいなんですけどマウスピースを作ってました。睡眠用の。あ、はい、いいですね、はい、あの歯ぎしり予防というか。そうなんですよ。よく医者に歯医者さんに見てもらったら奥歯の方がやっぱすり減ってるから絶対歯ぎしりしてますねって断定されて。なるほど。いやもう僕記憶ないですよもう寝てますからね確かすいませんでした何もいなくなっちゃってまあ医者お医者さんが言うならそうですよね。絶対歯ぎしりしてるなマウスペース作ってもらって、はい、誰かが住んでたら気づく人もいるかもしれないですけど、ね、まあ、指摘されればね、すごいね。なかなか一人暮らしだと思わないですね。ですよね。いいですね、これ。あ、ありがとうございます。ハッサン、せっかくなんで、はい、ハッサンにもやってもらいます。ありがとうございます。はい、これはハッサンが持っているものとは、ちょっとタイプ違うってことですよね。あの、種類は一緒ですけど、はい、もうハードですね。僕はソフトで。なるほど。だからゴムも全部違いますよ。あ、強度が違うってことですか。違いますね。わかりました。そしたらゴムのこの穴というか大きさはやっぱ新品な感じですか。新品な感じですね。あ、なるほど。で、一番硬い時ですね。あ、そうですね。あ、そういう感じか。あ、そういう感じでした。はい、うん、うん、どうですか、ハッサン。効きますね。効きますか。ずっとやってるとここが張ってくると思います。そうですね。これ何回ぐらい何セットとかありますよ、おすすめは。多分ゆっくり開いて閉じるのを、はい、最初は10回でいいと思いますね。この強度だったら。わかりました。10回3セットぐらいですか。そうですね、休みながら。わかりました。でこれもう1個あるんですけど、こうやってあ同時にできるとね、はい、いいっすね。このボール自体硬いからもう
仕事中だったらこうしてるだけでもパワーつきます。ハッセさんと一緒に、このレビュー動画撮ってみました。僕的にはこれすごいヒットしています。前腕が動いてますから、ここはそうですね、筋っていうか、はい、プルプル前腕がアップしますね。そうですね、撮りましょうかこれも分かりやすいように、分かりやすいように、はい確かに、あ、これずっと続けると乳酸溜まりますね。ここはどんな形して、はい、前腕ですね。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。では、今日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。はい、もし、この動画が面白かったらチャンネル登録お願いいたします。いいですね。あ、いいねもお願いします。じゃあ、ハッセさん、今日はありがとうございました。こちらこそ、ありがとうございました。はい、またよろしくお願いします。はい、商品レビュー動画いいですね。はい、ハッセマンから紹介してもらった、グリップセーバープラスのレビュー動画でした。じゃあ、またね。It's cool if you wait for the world to change. Like a dagger, however, pointing a sharp ill will to the others is what you must stop.